ベングリオン国際空港はイスラエルの中央地区ロードにある空港である。国内最大の国際線空港である。空港名は初代首相であるダビド・ベングリオンにちなんでいる。LR 航空がハブ空港として使用している。旧名はロット空港。イスラエルという国家の存立上から警備が厳しく、世界一警備が厳しい空港と言われている。 ベングリオン国際空港では、テロリスト流出入母子、もしくは本人が気づかないうちに利用されて危険物を所持していないか確認するため、出入国のセキュリティチェックを非常に厳しく取り行っている。入国時は、複数の係官が入れ替わり質問を行う場合がある。出国時は、特に厳しく、チェックインカウンター前で、係官が質問する。これに要する時間は、 数分で住むこともあれば1時間以上かかることもある。その内容は、目的や予定、航空券購入先、宿泊先、同行者の関係、イスラエルに友人はいるか、荷造りはどこでしたかなど多岐にわたる。特に外国人に対しては厳しい。出国時は3から4時間前に空港に着くように要請されており、質問の他に荷物を開封して確認することもある。 一部のイスラム諸国ではパスポートにイスラエルの出入国商員があると入国を拒否されることがありどうしても行きたい場合は基本的にパスポートの再発行しか方法がないイスラエル入国時と同じパスポートでそういった国へ行く場合は入国審査時にノースタンププリーズと申し出てパスポートに入国商員を応援されないようにすることなお 出国時も申し出ないと出国商員が応援されるので、同様に申し出る必要がある。ただし、申し出ても係官が勝手に出国商員を押してしまうことがある。近年では、出入国員の代わりに、滞在資格、パスポート情報、パスポートの顔写真が印字された出入国カードが手渡されるため、特に申し出なくてもよい。鉄道、バスシェルートタクシーによる。 いずれも現金のみ取り扱いとなるため、空港内に両替機、ATM、銀行が置かれている。ただし、ラブ、コブカードを自動券売機で購入する場合は、クレジットカードの利用は可能。ありがとうございます。